大銀城は日本の女性お笑いコンビ。フリーで活動した後、2019年7月から小竹芸能に所属。後藤舞子ボケ担当、ネタによっては、ツッコミ担当、浅川琴音ツッコミ担当、ネタによっては、ボケ担当お互いに相方がいなかった当時、一緒に出ていたユニットライブで一回お試しで組んでみて、何回かやってみたら、 いけるかなと思ったことで、2014年2月17日から、コンビでの活動を始める。2018年7月16日から、オスカープロモーションお笑いライブに出演し続け、オスカープロ所属を目指していたが、聖所属となる前に2019年5月限りで、オスカープロのバラエティ部門廃止が決まり、オスカー芸人のほとんどが事務所を退所することが決まった、ため、 性所属は叶わなかった。2019年6月18日に移籍先の事務所を決めるオーディションも兼ねた、ライブ、元オスカーお笑いライブ最終回からみんなフリーになっちゃいましたに出演。他の芸能事務所関係者も来場していた中で、小畜芸能関係者から声がかかり、同月中に同社と契約。2021年2月22日に決勝戦が行われた。 猫にまつわるネタ限定のお笑いショーレース、猫を似て決勝進出。2015年以前は人気ゲームやアニメなどをネタにしていた。今でもネタによってはボケツッコミが逆になることがある。2015年以降は農業高校農業大学出身の後藤さんが執筆する主に畜産をネタにした農業漫才を行う後藤さん。 東京農業大学のつなぎを舞台衣装としており、養豚、養鶏養牛など幅広く、分野や、搾乳や解体など様々な段階を切り取りネタに、している。自身の特技である47都道府県すべての、銘柄豚を覚えていることを用いて、客いじりをすることもある。畜産を広め、食料自給率の向上を目指している。二千十八年からは二人とも赤が、 特徴的な舞台衣装が追加され、朝川がご登山に同意を強要され、振り回されるネタなども行われるようになり、農業漫才以外の定番ネタを築きつつある。モテる、モテないのネタの時には、朝川のモテるワーのセリフ、逆にご登山のモテないワーのセリフをそれぞれ誘い出すという流れがある。2016年より、毎年コンビクス整備付近で単独ライブを行っており、 コントや企画も積極的に行っている。定期的にトークライブも行っている。合わせて事前に開発会議なるイベントが行われており、参加者から上がった企画がトークライブにて採用されるという来場者参加型になっている。なお、開発会議に参加していなくてもトークライブは観覧可能である。ことさんは絵を描くのが得意なため、イラストでの大切りライブ、 ええ、霧にもピンで出演している。ありがとうございます。